動物奇想天外取材班が世界中に存在するヘビの中で頂点ともいえる大蛇の捕獲調査に挑戦します。まさに現代の恐竜、伝説の巨獣、その生物の名はアナコンダを求め取材班が向かったのは南米ベネズエラに広がるジャノスと呼ばれる大湿地帯。どこまでも続く水と草の大地です。取材班はこの湿地帯に撮影拠点としてキャンプを張ることにしました。タカがハンティングしたのはピラニア。小さな肉片でも特大のピラニアが釣れるといいます。いやピラニア、ピラニア、うわすぐ、わずか数秒で、はいやいやい、すぐ来た。ガイドのビクターによると目の前の川はピラニアだらけなのだそうです。ピラニアの特徴、鋭い歯もご覧の通り。丸揚げにしたピラニアをいただきます。まだまだ。スタッフはピラニアで英気を養い、何日も続くアナコンダ調査に備えます。ビクターがまたアナコンダを発見。しかし何か様子が違う。すぐに駆け寄ると全身で何かを締め付けています。1ヶ月に一度ぐらいしか餌を食べないアナコンダだけに、このような場面に遭遇することは非常に珍しいといいます。今このアナコンダは水鳥を捕まえ、体中の筋肉で締め殺しています。毒を持たないアナコンダはものすごい力で獲物を締め付け、息の根を止めてから丸飲みするのです。かなり大きな獲物でも自らの体を回転させ、その勢いで飲み込んでしまうのです。この調査でビクターたちは29匹のアナコンダを捕獲。彼らの新記録だといいます。しかし3メートルだ。29匹の中で最初に捕獲した4メートル1センチ、33キロのものが最大。かつてこの地には8メートルや9メートルといわれる超巨大なアナコンダが捕獲された記録が残されています。現在では4メートルが限界の大きさなのかもしれません。しかしその化け物は突然現れたのです。沼に何かがいます。ハビエル、でかいぞ。ビクターたちの様子が今までとは全く違う。かなりの大物のようです。大男のビクターが捕獲しようとしますが、相手は全身鋼の筋肉の持ち主。牛さえ締め殺すという計り知れないパワーで反撃してきます。大の男4人がかりでもそのパワーを押さえつけることができません。手伝いに入ったスタッフはその圧倒的なパワーにパニックに陥ってしまいます。なんとか捕獲に成功。今までのものとはスケールが違います。沼の中に潜られないよう陸地に運びますが、その胴体はまるで自動車のタイヤ。これがヘビなのか。
その太さ、長さ、重さ、すべてがヘビというカテゴリーでは収まりきらない迫力。まるで恐竜です。巨大な頭は伝説の大蛇ヤマタノオロチ。まさに想像上の生き物のようです。南米の湿地帯に現代まで生き延びてきた世界一の大蛇、その驚異的なサイズを測ってみることに。まずは太さ、50ちょうど、50センチ。これほどの大きさに成長するまで一体どれだけの年月がかかったのでしょう。そして長さは、これまでの記録4メートル1センチを超えるのは間違いなく、5メーター61、なんと5メートル61センチ。現在野生下では最大級といえる大きさです。3メートルサイズのアナコンダと比べるとその凄さがはっきりとわかります。右側に小さく見えるのは、これでも立派な大人のアナコンダです。果たしてこの巨大アナコンダの重さはどれほどなのでしょうか。なんと52キロ。恐ろしいほどの迫力。南米の湿地帯に今もわずかに生き残る世界一の大蛇アナコンダ。過去この地で捕獲された8メートルクラスのアナコンダの体重は100キロを超えたと言われています。しかしその大きさがあだとなり乱獲され、環境破壊が追い打ちをかけ、次々と姿を消していったのです。アナコンダ最後の聖地、南米ベネズエラ、ジャノスの大湿地帯。そこで我々は驚異的な野生のパワーと神秘を身をもって知らされました。